守られたいんだ男としては守りたいですよね、やっぱ女性は。はい、女性は守りたい,たい <laughs> すごくほっとしているんですけど、なんか実感がわかなくて、その撮影もこうすごいタイトなスケジュールで、はい、日光に行きっぱなしで、うん、1か月しないぐらいで赤い方も青い方も、どっちも取り終えたんで。うん クランクインしたと思ったらもうアップしちゃったっていう感覚で、その流れでこうあもう公開なんだっていう感じですかね今の気分は。そうですよね。はい、あなんか先月も猫、ね、舞台撮を、ね、しました。赤い影で回りましたそうです。あの赤い影はふざけられたんですけど、じゃ <laughs> こっち今回主演だからあんまふざけられな,いないと思って。<laughs> すごいね。超すごい緊張します。い,い,いろいろやってくれましたけど。はい でも改めてボードとかでもね。手裏剣投げてって言われてるんですけどね。手裏剣投そっち読んでくれたんですね。はいはい。初映画主演おめでとうの方じゃなくて、手裏剣の方読んでくれたんですよ。ちょっと待ってか。手裏剣投げて、の方がちょっと目にいっちゃったな。でも絶対に投げません。一番最初に僕がクランクインして、一番最後に僕がクランクアップしたのは、ですよ。一番長く現場に。一番長く現場にいましたね。はい。だからカンちゃんとかは途中から来てなんか、 途中から来てすぐ帰っちゃうから帰っちゃうから超寂しかったですよなんか守ることから守られたいでもいいですかあいいですね守られたいんだいいですか聞いて坂口拓さんに守られたい絶対守ってくれそうだって人類最強の男に守られたいです僕は 一回なんかの舞台撮影の時全室でん頑張ったら人殺せるからねとか,なんかボソって言ってた時俺めっちゃ怖かったですからね <laughs> 一番近くにいたので <laughs> そ,<か>まあそのぐらいでも頼りになる坂口、はい、さんに守られたい守られる方が好きですか結城さん守るんかねいきなりそんな守ることで聞いたんだけどな全然悪いことじゃないんだけどいでも、はい、ち,ょちゃんと見てくださいはいちゃんと見ますす。<laughs> でも全然、そうか。いや、全然いいです。守られるの。まあ、男として守りたいですよね、やっぱ女性は。そうですよね。はい。せっかくのお客さんの本名って言って、僕はもう伝わっておりますけど、どうでしょうか。やっぱり女性は守りたいです。よ守りたいと言ってくれてます。かっこよかったです。本当に。ショーがね、あんだけ見せてくれてますからね。そうですね。はい。 安心感みたいなのあるんですよね、多分。で、本人は守られたいとか言ってましたけど、意外とそんなことなく、じゃ、やっぱ守ってくれる。存在として。出てるんですかね。ね、なんか出てるかもしれないです。はい。中野さんぐらいのものが。ゆうさんからも。結構嬉しくないですか、共演者からね。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。全、ね、先月も会長さん、全然仲良くないのに、なんかゆうき君とはすぐに打ち解けて。ね、いろんな時間とか過ごせたっていうのは、すごくいい話だなと思ったんですけど。はい、嬉しいです、こっちは。 ゆうきさんがまず最初に現場に入られて、はい、こうしばらく撮影が経ってから私もあのクランクインしたんで、はい、すごい緊張してたんですけど、うん、こうなぜか結城さんを見るとあなんか大丈夫かなって勝手に思ってだから今日もすごくみんなとあの久しぶりで緊張してたんですけどあのゆうきさんを見た瞬間あなんかホッとするな大丈夫かなって思いました。えー、なんかゆううさんからそういうパワーを 感じますか勝手に勝手に一方的に絶対書いてくださいよ絶対そこだけは書いてくださいこれいい記事になるなお願いしますお願いします、ゆうきさんからのお願いでございますゆうきさん嬉しいですよね嬉しいですね知らなかったんでこういう機会がないと僕は多分そういうことはまあ現場ではまあ言わないか言わないですじゃあ、今初めて言って聞いて とっても頼りがいのある<お>ゆきさんでした、はい、書いてくださいい頼りが,いがあるいそのために何回も聞いいておりますすごめっちゃ嬉しそうですけど。